内海滝京の心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。ボイシーパーソナリティの内海滝京と申します。このボイシーでは医療しまするちょっと役に立つ小話を毎朝5時50分、20分程度で配信しています。また毎朝5時半からライブをやっていて、公開の場所、6夜皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークの人気です。ぜひご参加ください。ということで今日はですね、えー、っと、ボイシーさんから本日のハッシュタグテーマとして、業界あるあるっていうのをいただいておりまして、 業界あるある言いたい。これってうちの業界だけとかですね。他業界との意外な共通点とか。他業界あんまり知らないですかね。特に私医療バカなんで。他 <laughs> 業界との意外な共通点とか話できないんですけれども。まあ医療業界あるあるというか、まあ特にちょっと私のね、変なこだわりみたいな感じになるかなと思います。あの医療業界あるあるではない可能性もありますけれども、ちょっと7つぐらいね、考えたんで、あの、披露したいと思います。 はい。まず一つ目ですね。まず一つ目は、え二、ー、人称とか三人称が全部先生っていうやつですね。これね、すごい多いんですけども、これ医療業界というか、あまあそうですね。医療業界あるあるですね。まあ医者を呼ぶときはね、とりあえず名字とか何も関係なく先生って言っといたら大丈夫っていうやつですね。 これね、すごい便利な言葉で、あの、ただ、あの、一番困るのは医者が複数にいるときですね、先生って言って誰に呼びかけてるかよくわからないっていうことになるんで、まあ医者が一人の場合に限りますけれども、医者が一人のシチュエーションだったら先生って言ったら、ああ、とりあえず OK っていう、そういうのありますね。はい。っていう。で、これね、結構、あの、これドクタービーマーねどっかの YouTube で見せてましたけど、先生って言って、<laughs> はい。あ,あの、 ましたけどもあの学生講義とかで,もです、ね、全部、あの、はい、先生になってしまうんですね。あの、先生らって言ってしまうんですよね。はい、っていうので、これはちょっと、あの、医療業界あるあるなのかどうかわかりませんけれども、全部先生呼びっていうのはありますね。はい。 はい、こんな感じでいきます。はい、二つ目ですね。二つ目はですね、えー、っと、やっぱりね、なんだか症状を言われると、必ずね、その病気のことをね、考えてしまうっていう、まあ特に鑑別診なっていうふうに言うんですけれども、例えば、まあ熱が出て、まあ熱だけではね、ちょっと難しいんですけど、熱が出て、 例えばお腹が痛いとかっていうことになると、あこれこれこういう病気考えないといけないな、みたいなですね。えー、そこがまず思い浮かんでしまって、でそこから検査の戦略をね、えー、自動的に立て始めてしまうっていう、これむちゃくちゃありますね。これ多分ね、まあ内科医が特にそうだと思うんですけども、はい。こういうなんかもう自動思考みたいな感じになってますね。はい。っていうのがあったりします。はい。 え続きまして、三つ目ですね。三つ目は、えっ、ー、と、これ多分腎臓内科あるあるだと思うんですけれども、あの、体液ボリュームをね、常に考えてしまうっていう意見あれですね。あの、人を見ると、必ず、こう、この人の,あの体液組成は今どうなってるかっていう、細胞外液、細胞内液、ね、の分布がどうなってるかっていう、まあ、特に脱水傾向である方とかね、えー、どう、どういう脱水なのかっていう、 高調性脱水、等調性脱水、低調性脱水っていうふうにあるんですけれども、そういうのいずれなのかどうかっていうのも、これもね、自動的に考えてしまう癖ですね、これはね。はい。<laughs> いうのがあります。し、えっ、ー、と、ちょっとそれに関連して4つ目ですね。4つ目は、え有、ー、益ですね。有益がやっぱりね、むちゃくちゃ気になりますね。これ多分ね、どっかの VC でも話したかと思うんですけれども、あ、あのー、有って で、えー、例えば、まあ、皆さん、こう、病院に行って点滴とかされると、えー、250とかですね、500の点滴とかってされることあると思うんですけれども、あれってね、中身全然違うんですよね。同じ点滴するのでも、500、例えば500点滴するのでも、いわゆる、えっ、ー、と、生理食塩水っていうですね、えっ、ー、と、比較的、こう、血管の中に、まあ、これちょっと難しいですね。血 <laughs> 管の中に溜まりやすい、 えと、点滴をするのと、あと5%ブロウトウ液っていうですね、あの、薄い点滴をするのとではですね、あの、体の中に入ってからのこう、分布が違うんですよね。はい。なので、結構ね、そのあたりを、まあ、特に腎臓内科医は気にして輸液してるんですけれども、お結構ね、こう、輸液の系統的な学びってあんまりやったことはなくって、えー、特にね、学生時代はね、あんまり、あんまりっていうか、ほとんど勉強しないんですよね。それこそ腎臓、 内科の授業の一コマとして、有益の、あのー、授業があるっていう、そんな感じだと思うんですけども、あんまり、ね、系統的でやらなくて、で、医者になってから学ぶことが結構多いんですけれども、そこでしっかり学んでないと、なんかね、変な有益になったりとかしてることもあったりするので、まあ、この有益チェックはね、なんか、あのー、なんていうか、ポリス活動みたいな感じでやってますね。はい。<laughs> っていうのは四つ目です。はい。はい。 で、五つ目ですね。五つ目は、えっと、血管ですね。血管、手の血管とか見えるじゃないですか。これがね、あの、ルートを取りやすいかどうかとか、採血しやすいかっていう、これは見てしまいますよね。なんか、これはもう、はい、なんか職業病だろうと思うんですけども。 はい。まず点滴することを想定して、えー、結果が探しやすいかどうかを見てしまうっていうですね。あのー、の、ありますね。はい。そんなね、あんまり手をね、まじまじとかも言うとおかしな人と思われるんで、そんなには見ないですけれども、あ、この人点滴しやすいなとか思ったりしますよね。はい。っていうのは5つ目ですね。はい。で、えー、っと、6つ目ですね。6つ目はですね、これ診療代かあるあるだと思うんですけれども、あのー、診療、これ、しかも、あの、他の人、 との会話の中ではあんまり出てこないんですけれども、心療内科同士の会話だったら出てくるので、あの、変なことを言うとですね、それは先生認知の歪みですよっていう返しを解消するっていうですね。あの、これは心療内科同士の、こう、あるあるですけれども、はい。えっ、ー、と、なんか、おかしなことを言ったら認知の歪みで片付けてしまうっていう、もしくは、えっ、ー、と、あまり広い場合には認知再構成法をしましょうかっていうふうに言うっていうですね。そういう、あの、一種の、 なんていうんですか診療内科同士の会話のお作法みたいなのがありますからね。はい。だからこれにうまいこと答えられなかったら、モグリっていう、あの、診療内科判定には使えるっていう、そんな感じですね。はい。えー、っと、で、最後7つ目ですね。最後7つ目は、えっと、これはね、多分、まあ医者というか、まあ医療従事者結構あると思うんですけれども、食事が早いですね。あとどこでも寝られる。 あと、これもやれそうでもないかな。あの、食事が早いはありますよね。あの、はい。うち、はい。僕はなんかね、えー、食事非常に早いですね。早いですんで。あの、外食とか行くとですね、一人だけ食事終わってしまうんですよ。コース料理とかね、もう、むちゃくちゃ待ってしまうんですよね。だから、この、なんかね、食事が早い癖はね、多分インスタになったから身についたと思うんですけども。 昔はね、そんなに食事早くなかったんですけれども、なんか医者になってからね、食事が早くなってしまいましたね。はい。っていうのはあったりします。はい。ということで、えー、7000お話しさせていただきました。えっ、ー、と、まとめると、1つ目は、誰でも先生呼んでしまう。2つ目、えー、症状を言われると勘弁疾患ですね。病気のことをいろいろ考えてしまう。3つ目、えー、体液ボリュームについてですね、特に脱せる場合は考えてしまう。えー、4つ目、 えー、有益ポリスをしてしまうんですね。えー、五つ目、結果が探しやすいかどうかを必ずチェックしてしまう。えー、六つ目、診療内科医としては変なことを言うと認知の歪みじゃないですか、と。はい、答えてしまう。えー、七つ目、食事が異常に早いっていう、この七つをご紹介させていただきました。えー、ぜひ皆さんのですね、業界あるあるとかですね、あの、私はこういうの変なんですけどみたいなのがありましたら、あのー、コメントにいただけたらと思います。はい、では。 今日も幸せな一日でありますように、お相手は来回の竹でした。興味津々。シーシー